ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、トマです。どうです、どうです、我々ドズボン、はい、キヨキヨさんが寝静まってからこちら、はい、夜中の海岸に来ました、はい、おっさん2人、はい、おっさん2人の状態なの、ちょっとお酒を飲みながら、はい、線香花火をたしなむというところでございますよ、はい、たしなむ、線香花火とかここまで来ました、はい、もう やらないじゃないですか、10年やってないですか、やってないですね、線香花火やってないですね、基本やらないじゃないですか、基本やらないです、基本やらないです、ね、あえてのやっぱり男2人で、はい、そうですね、何が楽しくて線香花火をやるんやと言ったところで用意しました。はい、分かりました。割とこういうのって、はい、実はやると楽しい説ありますよね。はいはいはい、どっちですか、これこっちでしょ、この火薬がいっぱいついてる、はいはいはい、硬い方が結構して風が強い。おー、あ、割と地味、うんうんうん、いや線香花火ですから、ちょっと待って、ああでもいい、うん、いい、おお、風が強い、ああ、こうやって、ああ、熱そうって何、あ、でも割と良くないですか、ああ、綺麗、ああ、いいです、すごい、あ、短命です、落ちるのほとんど、本当に、もうちょい風が強くないと、そうちゃんと行くんですね、ギリギリ落ちるか落ちないかって楽しめるんですけど、風がすごいですよ。先っぽが分かんない。先っぽじゃなくても適当に、はい、つければいい感じ。ああいいっすね。ああ来た来た来た。難しい線香花火。難しい。思ったより難しいですね、線香花火って。難しい。はいはい、来たかな。ああいいっすね。熱そう。何の動画なんですかこれ。いや線香花火たしなむ。たしなむね。たしなむ、ああいいっすね。風情ですね。そうそう、これが日本ですよ。ジャパニーズ。ちょっとね、メインにあげるか、サブチャンにあげるか、今悩んでます、ね。そうです。これは、ひどい。あって感じです。線香花火ですか、はいはいはい、こういうことですよ、つまりは。大丈夫です。候補に線香花火をつけてるだけですけど、今のところ。気づきました。あ、いいです。まあ、上手くなった。上手くなりました。線香花火上手くなりました。綺麗ですね、周りにこう人がちょいちょいいるじゃないですか、こいつら何してんだって思われてますカメラ回しながら男行ったりしてます。しかも結構楽しそうに、はい、楽しそうにそれが何よりもね、そう背徳感というかダメだなうちら楽しい、最高です、はい、え、終わりっすか、またやりますそんなこれ線香花火欲しがってます、ボンさんの線香花火線香花火欲しがってます、ロスケ、そう線香花火やるんですね、でもなんか夏の夜って感じですね、そうですね、線香花火すると、そう花火すると久々にやる線香花火、まさかこれドズルさんってやると思いませんでした、もっとなんかこれ夢見すぎ、俺なんか夢見すぎ、子供たちとやると思った、自分の子供たちとやると思った、リアル、そうリアル、こうやってやるんだよって教えながら綺麗だねって言いながら、リアルだ、すごいでしょ、すごい、ほらほらほらってやりながらやるもんだと思ってました、ね、39歳の夏やっぱリアルですね、そこまで来るね、あでも一番いいんじゃないですか、熱そう、危なくはないけど、はい、ということで、はい、本日は夜中の海岸で線香花火をたしなむという動画でございました。これちょっとやばいです、審議、また審議ですね、ドズボンの動画は基本クソ動画って気づき始めたんですよ、ドキ気づきません、いや別にボンさんのせいとかじゃないんですよ、ボンさんのせいとかじゃなくてあの、はい、そうです、企画練ってませんよねあの見切り発車多いなんすか、このなんとかなるって言ってそう線香花火をたしなむ、ちょっとねサブちゃんも、まあ、全然あり可能性としてあります、まあ、とりあえずやってみようです、ね、あそうです、はい、大事、いろいろなことをやっていきつつ、まあ、あの道を見つけていきたい、我々は挑戦し続けますよろしくお願いします
ということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。アディオス。ここ合わなくなりましたね。だんだん違ってきたんで。はい。